ジャイアントパンダの赤ちゃんが死んでから一夜明け、東京・上野動物園で献花台が設けられました。パンダ舎の向かい側に設けられた献花台には、開園と同時に花束を手向ける人の姿がありました。動物園の園長は、訪れた人たちに励ましの言葉をありがとうございます。来年以降も繁殖に取り組むなどと挨拶しました。パンダの赤ちゃん死んじゃったのは知ってる？悲しい。赤ちゃん見たかったですね。でもきっとまた可愛い赤ちゃん産んでくれると思うんで。一週間楽しませてくれてありがとうございます。赤ちゃんを出産したシンシンについて、上野動物園では体調などを考慮して、およそ1ヶ月後から再び一般に公開するとしています。